はい、どうもいつも体の情報を送っていただきましてありがとうございました。やっぱりね、今の体の価格って70円にもいかないようなちょっとね、頼りない金額だと思うんですよ。やっぱり3桁ぐらいはね、維持したいなというところでございます。不思議ですよね、プロジェクトは順調に進んでるのにこうやった他のアルトコインに引っ張られちゃうのはね。まあ、イーサリアムも今結構勢いのない時期なのかなと思いますけども、まあそうですね、でもいつと比較するかですよね、これもね。1年前、2年前と比較するとちょっとなと思うものでも、ビットコインって実は2019年に40万から60万、70万ぐらいの感覚だったんですよね。100万なんてとても超えなかったわけですよ。で、私が盛んに100万円を超えるまでに仕込んでおくように放送した時期も2019年だったと思いますし、それから私自身ね、最終的な購入金額66万でもうそれ以上は買ってないんですよね。そう考えたらビットコインっていうのは今でも大きく価格を上げてる水準だとも言えますし、ただ昨今ね、この 2,3 年で参加した人にとってみたら、体のも含めて、ビットコインも随分値段が下がったよねってことだと思うんで、まあ、それぞれね、参入時期とか取得単価によってその上げ下げっていうのは見られるのかなと思います。そうなってくると、ここ 1,2 年で参加した方っていうのはどのあたりまで値段が上がれば決済したがるかなと思えば、体のにしてみたらやっぱりね、100円を超えないと決済してもうまみがないってとこじゃないですかね。というところでやっぱり100円までぐんと突き抜けるような圧力はまあ潜んでるんではなかろうかと思いますけども、価格の予測ってのはね、好き勝手なこと言っても根拠めいたことは根拠になりませんし、いや本当にね、特に暗号通貨ってのはテクニカルもいきませんし難しいですね。まあ今のところはこうやって送られてきた動画を見ることだけは楽しみでございます。ありがとうございます。それでは失礼します。